これ視聴者の方からいただいたお話なんですけれども、その方はですね、まあ東京の近くではあったらしいんですけれども、まあ結構田舎町というか、まあ駅からちょっと離れていて、戸建てとかまあアパートとかがポツポツと立ち並んでいて、ビルとかはないような、そういう町に小さい時住んでいたらしいんですね。で、女性の方で、まあご実家は一軒家だと。で、2階に父の書斎があり、そして、母の部屋とかもありっていう風な感じで、結構広々とした家に住んでいたらしいんですよ。で、ある日、まあ、仕事部屋だから入っちゃダメだよって言われていた父の部屋に、ちょっと入ってみようかなって、まあ、子供の時の遊び心みたいなので思ったらしくて、ガラガラって入っていったらしいんですよ。で、そうするともう本当にデスクがあって、パソコンがあって、まあそんな大した感じじゃなかったらしいんですけど、まあこんな感じかと。でも入っちゃいけないって言われてる場所だからドキドキするなーっていう風な感じで、お父さんが1階にいる間にそーっとね、探検のように見て回ってたらしいんですよ。で、襖があって、お父さんって押し入れにどんなもの入れてるんだろうっていうふうに思って、その襖をわーって開けたら、大量のお札がみっちみちに貼られてたらしいんですね。要は襖をバラッと開けてすぐ壁になってて、そこにお札がビチビチビチって何かを封印してるかのように張り巡らされてたらしいんですよ。うわ、怖い、何これと思った瞬間に、何やってんだお前。後ろからお父さんの声が聞こえて、うって振り返ったら、すごい怒ってるけど、でも冷め切ったようなお父さんがふっと立ってて、これな、開けたら呪われちゃうんだよ。触っただけでも、死んじゃうかもしんない。だから入んなって言ったんだよ。そういう風に言われて、バーッと、泣きながら逃げるように出て行って、そしたらお父さんがバーッと追いかけてきたらしいんですね、自分の部屋まで。おい、これ、誰かに言ったら呪いが移っちゃうんだ。だからお前の中で留めておけ。内緒にしとくんだぞ。誰にも言うなよ。そういう風に言われたらしいんです。いろいろな恐怖が重なって、その方はうわ分かった分かったって肩をわーっと頭を縦に動かして、分かった分かったってふうになって、よしご飯にするか。お父さんはそういう風に急に機嫌が治ったらしいんですね。それからまあ誰にもそのお札のことは言えずに、その時がまあ小学校の低学年、怖い時に見てしまったなっていうことで小さい時に見て、それからね、バーッと大きくなっていって、中学生の時に父親が逮捕されたらしいんですね。それは何を逮捕されたかっていうと、隣の家の女の子、まあ若い大学生ぐらいの女の子がいたらしいんですけれども、その女の子を盗撮していたらしいんですよ。しかもずっと長年、幼い時から、結構中学生ぐらいの時から大学生になるまで隣の家の女の子を盗撮し続けていたらしいんですね。で、そのビデオを所持している、でも隣の家の女の子がなんか視線を感じるっていうことで、通報した結果、お父さんがそういうビデオを集めているっていうふうなこと、まあおそらく隣のカメラの視線とかそういう光みたいなもので分かったんでしょうね。検挙され逮捕されてしまったと。それが押し入れの中に特別に窓を作ってそこから覗いていたらしいんですね。お札の先には窓があり覗き部屋になっていた。それが分かったのはその方が中学生くらいの時だったそうです。ある意味霊的な呪いのお札だったらよかったのにな。今でもそう思っているそうです。